はい、皆さん、明けましておめでとうございます。新年初めての撮影です。今回の動画はタイトルの通り、こちらのファクターを手に入れるために手放したものを紹介します。一つ目は、前回の動画でもお話ししたんですが、スペシャライズドターマックスポーツ。こちらは、このファクター O2 のフレームを購入するために手放しました。そしてターマックスポーツは嬉しいことに県内の方が購入してくれました。ありがとうございます。ターマックスポーツは僕が YouTube 始めた時からずーっと使ってきたバイクなので、今後も大切に乗ってください。よろしくお願いします。そして二つ目がターマックエキスパートです。はい。そうなんですよ。手放しました。ターマックエキスパートはコンポーネントとかを全部こちらの O2 に移植するためにバラしたんですけど、もともとはこの全部移植した後、フレームだけが残るじゃないですか。今後また復活させようと思ってはいたんですけど、そして僕の前回の動画を見てくださった方ならわかると思います。当初の元々ターマックエキスパートについてたパーツがほとんどないんですよ。あるとしたら、この DI2 関係しかないです。この O2 のバイクを組み立てるときに、組んでいただいたかけるさんといろいろお話しして、どうせ組むならもう完璧に仕上げたいよねって、もう軽さ最強にしたいよねっていうことで、ステム、ハンドル、シートポスト、サドル、ホイール、あとクランク、あとボトルゲージ、これを完璧にしようということで、今動画でチラッとしか映ってないんですけど、このデュラエースのパワーメーター付きのクランクになります。これだけでももうすごいお値段なんですけど、こちらを安く譲っていただいたので、もう本当にいろいろ新しく買い替えた結果、当初の金額よりちょっと大幅に超えてしまったので、この金額をどうしようかなって考えた結果、ターマックエキスパート、フレーム、あとホイール、ハンドル、ステム、クランクを手放すことに決めました。この手放した金額で、ちょうどいろいろこの新しくしたパーツを変えることができたので、今回は、この手放したこのターマークエキスパート、その他のパーツはフリマアプリで売りました。この購入してくれた方々、本当にありがとうございます。そして僕といえば、スペシャライズドターマークに乗っているイメージが強いとは思うんですけど、今後はこちらのファクター O2、このファクターというイメージでやっていこうかなと思います。そしてこのファクター乗ってる YouTuber って日本では僕が初めてだと思いますので、今後はこのファクターと一緒に頑張っていきたいと思います。このファクターが気になっている方、あとこの O2 が気になっている方がいれば、ぜひコメントください。そして次回はこちらの O2 の紹介動画でも撮っていこうと思いますので、気になる方はグッドボタン、高評価、あとチャンネル登録よろしくお願いします。そして次回の動画でお会いいたしましょう。さようなら。バイバイ。